石油を生み出す藻が存在する。淡水に生息する藻の一種で、わずか10ミクロンの藻が群生し、ブドウの房のように見えるボトリオコッカスブラウニー。光合成によって体内で重油を生成、さらにそれを細胞内だけでなく細胞外へも排出。トウモロコシやサトウキビといった食物由来のバイオ燃料以上の効率で石油そのものを作り出す奇跡の藻。灯油、軽油、ガソリンから石油化学製品まで作れるボトリオコッカスこそまさに天然の精油装置。電子顕微鏡を使ってボトリオコッカスが細胞から油を排出する様子を見せていただくことに。油はこの辺によく溜まってますね。ちょっとこう黄色っぽく見えますでしょ、はい、この辺が油が相当溜まってる場所ですね。こういう場所。これがボトリオコッカスが油を排出している様子です。どんどん飛び出してくる小さな丸い粒が重油とほとんど同じ性質を持つ炭化水素だから、この藻を絞るだけで簡単に抽出できるのも特徴なんです。藻から抽出したオイルです。オイル、ちょっと手に取ってみて、開けて結構ですので。もう無色透明でサラサラで綺麗ですね。言われなければちょっとお水かなと思うぐらい、ね、そうですね。なんだこの匂いは。どうですか、かすかな、かすかに、まあ、そうですね、思いっきり石油って感じじゃないですよね。そうですね、はい、失礼します。石油ほどきつい感じはしませんね。ほとんど匂いはしない。そうですね、やはり水みたいだって言われますけどね、はい、水なら燃えないんですが、燃えない。これはオイルですから燃えるはずです。おこのようにこう燃えてるの、はい、藻の中には炭化水素の油、要は石油系の油を作る種類がいるんですね。それはまさしくその油の構造を見ますとですね、重油に近い成分です。それからクラッキングといいまして、炭素数を短くする触媒を使って軽油にしたり灯油にしたりガソリンにしたり、そういう技術が今どの石油会社もですね普通に持ってる技術です。ということはそれはもう容易に変換できるわけです。そうです。ですからこれを原料として提供すればですね、そこからもう容易に軽油ができて灯油ができてガソリンもできるということができるわけです。色鮮やかな魚たちが優雅に泳ぐこの水槽、でもちょっと変だと思いませんか。これがですね、高低環境水なんですが、淡水魚も海水魚も同時に飼育できるっていう水なんですね。そうなんです。金魚と海に住む熱帯魚が仲良く共存しているんです。不思議でしょう。固定環境水っていうのはこれなんですね。白い粉ですが、何の変哲もありませんけど、実はこれには、相当な未来希望っていうのが秘められてる ということなんですね。この中には魚が本当に必要な成分、彼らが、泳ぐため、例えば神経代謝に必要な物質、それのみの構成になってます。淡水魚にも海水魚にも全くストレスのない環境での共生を実現した公的環境水。この水にはさらに大きなメリットが存在するんです。それは従来の人工海水と比べて圧倒的な低コストで海水魚の養殖を可能にしたということ。その海水魚っていうのはその海水が無限にあるわけですから、その海水で養殖すれば一番いいんじゃないかなと思うんですけどそうですね、海、日本であればそうです。ところが今海の状態はどうなってるか言ったら、温暖化に伴ってかなり海の中がやその生態系がおかしくなってるんです。それから乱獲の問題、汚染の問題、それから漁業の問題なんですよ。一番の問題は
今まで我々は南の方の病気として高くくってたものが、普通に日本近海でそういった病気が来る、こういう状態になって海で魚を作るのは非常に難しくなってますね。海が果たしてこれから当てになって50年100年先で食料確保で魚っていうのは動物性タンパクとしては優秀じゃないですか。それが未来永劫我々の地球の人間の胃袋を満たしてくれるか言ったら私はノーだと思うんですね。そういう意味から言えば海から脱却をいち早くして魚工場にいち早く持っていきたいと、こう考えています。まさにその元気のない日本にね、はい、一つのこの新しいビジネスを生み出すということになるんですね。 そうなんですよ。それからもう一つ、やはり慢性的なやっぱり食料不足にあえぐ国ってありますよね。世界で見ても貧困国、缶詰を送ればやがて減りますけど、技術を送ればそのまま食っていけることができるというふうに思いますから、あの完成した暁にはその技術シーズをそういったところにも私はあの応用していただきたいなと思います。今回の未来ビジョンは、世界有数の建築技術を誇る清水建設が打ち立てた数々のビッグプロジェクトの中で、今最も実現に迫っている夢の環境都市グリーンフロートに注目してお届けします。世界でも有数の建築技術を誇る清水建設の研究所、ここに夢を置きレポーターが訪ねました。今日はですね、こちらに人類の夢があるということで、僕と同じように夢を追っているメンバーで今日はここにやってみました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうきさんと素敵な夢を持った2人がやってきたこの場所、みんなが大人になったら住んでいるかもしれない未来都市を見学することができるんです。おー、なんかかっこいいですね。こちらが20年後の環境の理想都市グリーンフロートです。グリーンフロート、かっこいい。赤道直下の太平洋上に浮かぶ、環境の理想都市です。すごい。これは全く下に何もないんですか？完全に海に浮いてます。もう見るからにすごいんですけれども、そもそもグリーンフロートっていうのは何なんですか？地球の7割である海を活用して住むということに挑戦したものです。グリーンとフロートという2つの要素がありまして、グリーンはいかに環境に優しい都市を作るか、フロートは海の上に理想的な都市を浮かべられるかと、その2つの技術を合わせたのがこちらでございます。しかしね、竹内さん、現実問題はですね、その夢を語るプロジェクトを語るのはいいんですけど、これは結局そのビジネス化できないとですね、はい、絵に描いた餅に終わっちゃうわけですよね、はい、その辺実際にこの、現実可能っていうか手を挙げてこれやってみたいっていうところはやはり出てきてるんですか？あの開発を一緒にやりたいというところはまずその今言ったようにあります、うん、それからプロジェクトはですね、あんまりこういうところでも言えないんですけれども、グリーンのところに興味を持たれている、あのいわゆる環境技術のところに興味を持たれているところ、それからフロートに持たれているところで、その融合に興味を持たれているところといろいろでございます。赤道直下に建てたらそれはどこの国になるんですか？これもですね、これは私どもが言うことではないんですけれどもどっかの国のものになったら面白くないですよね。できればですね、機会があれば国連にでも話をしてですね、国連共有の、戦争平和地域じゃなくて環境平和地域の国連あの直轄地みたいなものにしていただけたらば、あの理想的だと思いますが。いいですね。いやでもなんかあの夢を実現していく力ね、これとっても大切なことだと思いますけれども、あのいつ頃できそうですかね、第1号は。これはですね、あの2025年に着工するというふうに今目標を持ってます。ちょっと待ってください。そんな遠くないですよ。そうです。その頃定年退職になってるとおっしゃってました。退職してですね、あのここであの工事管理やってます。宇宙太陽光利用システム SSPS、 それは静止軌道上に打ち上げた人工衛星に超大型の太陽電池パネルを広げ、
太陽光を効率的に集めてエネルギーを生み出す宇宙太陽光発電所です。集めたエネルギーはマイクロ波やレーザー光に変換して地上の受電施設へと送られます。天候や昼夜に左右されることや資源の枯渇の心配をすることなく、クリーンエネルギーを安定的に得ることができる夢のプロジェクトと言えるでしょう。この宇宙太陽発電の場合はですね、宇宙っていうこの静止軌道っていう軌道にいますとですね、地上が夜でも衛星には太陽の光が当たってますので、夜中でもエネルギーを送ることができると、そういうのが一つメリットです。それからそのマイクロ波を使うとですね、マイクロ波っていうのは雲を通り抜けるんですね。ですので仮にこう天気悪くて雨が降っててもですね、宇宙からこうマイクロ波で送ることによってエネルギーを送ることができると、そういうことで、その地上の太陽発電よりも非常にこう安定的にたくさんのエネルギーを送れると、そういうメリットがあります。日本を代表する大手建設会社清水建設の技術研究所、ここで民間企業の主導でもう一つの宇宙太陽光発電プロジェクトが進められています。それは月太陽光発電ルナリング。でこの構想、簡単に言いますとですね、いわゆる太陽発電衛星となりますけれども、その衛星として、人工衛星ではなく、地球の、天然の衛星である月を利用しようというものです。で月に、の赤道上にですね、太陽電池のベルトを巻いてですね、そこで発電して、そこで得られた電力を、地球に送ってですね、それで地球の、エネルギーを賄おうという構想になります。もともと建設会社というのは人々がですね、その活動するための環境を整えるというのが一つの大きな役割ということになりますので、人間がですね、将来宇宙に出てってさまざまな活動をするということになれば、当然そこにいろんな建物あるいはそのいろんな施設が必要になってくるだろうというふうに考えられるわけで、その時にやっぱり建設会社としては、いろんな環境を提供してあげるということを考えて、こういった宇宙に絡む、検討を行ってきているということになります。でもですね、今世界の人口はね、もう70億人にならなんとしていて、今後100億人に向けてですね、この宇宙太陽光発電っていうのはエネルギー危機のこの救いになりえますか？この SSPS がですね、確立してちゃんと使えるのあれば、当然そういうものを助けるそういうものになるというふうに考えております。科学の常識を超えた世紀の大発見を目指して、地球上におよそ100あるといわれる元素を組み合わせて新しい物質を生み出す学問、それが今日取り上げる無機材料科学です。次々と世界を驚かす論文を発表し続ける東京工業大学の細野教授が開く未来とは。メガネがなくても 3D テレビが見れる？電気が流れるセメント？電気ロスゼロの送電線が世界を変える？分かりやすくの無機材料科学ってのを教えていただきたいんですけど、無機材料科学って一口で言うと、昔だったらセラミックスですね。例えばお茶碗とかガラスとかセメントとか、大元はそういうものですね。だから石ころ、元は石ころですね、石ころに関係したもので新しいものを作っていくっていうのが、新しくて役に立つものを作っていくっていうのが無機材料科学です。地球上にある元素っていうのは大体100なんですね。100つっても実際に使える元素っていうのは50ぐらいしかないんですよ。そうすると50ぐらいの元素で人間っていうのは未来永劫を生きていかなきゃいけない。そうするとその中で珍しい元素だけを使って新しいものを作ってるとですね、今騒がれているような希少金属の問題出てきちゃうんですね。レアアースですか？レアアースです。気取りを1グラム取るために何トンもの環境破壊を行ってるわけですよ。だから中国自身だってそれはあんまりあんなことやりたくないんですよね。だからなるべく人類の英知を絞ってですね、ありふれたものから希少なものを、希少金属を使わなきゃできないものを実現していかないとですね、人間ってのは生き抜けられないんですよ。
で、そのためにもやはり科学の発達がね不十分だからそんな状態になってるんですよ。で、もっとよく発達してくればですね、ありふれたものからいろんなものができてくるはずなんです。セメントに電気が通るってことはこれも大変すごいわけですね。まあ普通か僕自身も考えられなかったです、ね、これ何の役に立つんですか。ですね、まあいろんな使い方があるんですけど、ね、一番最初にはですね、これ透明な実は金属になるんですね。透明な金属っていうのは今酸化インジウムっていう希少金属が使われてるんですね、うんうん、でそれはテレビ の、 ディスプレイの絵を出すときにどうしてもで電圧をかけなきゃいけないんですね。でその時に銅や金だと光が漏れてこないのでディスプレイにならないんですよ。だから透明な金属が必ず必要なんです。液晶ディスプレイの他にはどんなものに役立つんですか。これですか、はい、例えば蛍光灯に今ありますよね。蛍光灯の電極として使うとものすごく電気明るい蛍光灯ができるんです今は。最近はねやっぱりこの環境問題もあって、LED なんてありますけど、LED だけで全ての照明が間に合うわけじゃないんですね。今の蛍光灯のもしかするとこれを使うとですね明るさが2倍になるかもしれない。そうすると消費電力は半分になります。半分になると、これは環境に優しい、でこれ金属じゃなくてこれセメントですから捨てても全然なんてことない。現在世界の人口はおよそ70億人、その3分の1に当たる人々が水不足に直面しています。途上国では安全な飲み水さえ確保できていません。そして病気の原因の8割は汚水にあると言われています。そのため毎年180万人の子どもたちが不衛生な水が原因で病になり命を落としています。そんな中安心して水が飲める社会を作ると世界中を飛び回るこの人が今回のゲスト、小田兼俊さんです。納豆のネバネバ成分に含まれるポリグルタミン酸から自身が開発した水質浄化剤によって水の浄化を行っています。小田さんのその思い、今では世界40カ国以上に広まっています。結構汚れてるね。そうですね。これどうなるかと言いますとね、はい、最初は激しく、あとゆっくりしますと凝集という反応が起きます。ほら汚れと汚れがねくっつき始めるんです。あらこういう状態だったらこの綿とか砂を素通りするんですが、はい、もうハンカチとかねタオルでね簡単にろ過できるんです。普通に綺麗なお水です。ほらね、こういう綺麗な水になったでしょう。すごい。今はこの小田さんのやってることは世界70億のもう多くの人たちを救う展開じゃないですか。いや私がのね確かに水で、まあ、今日のテーマもね水で世界を救うようになってるんですが、私はね今になると貧困問題をねこれで解決するきっかけになるんじゃないかと思いがあるんです。やっぱり世界の不幸はね貧困なんですよ。全ての不幸が、なぜかというとねそのポリグルレディが生まれてるところ育ってるところはね生活が楽になっていって。小田さんは現地にあった浄化システム販売方法でなければ成立しないと知り現地の人による対面販売を開始。事業を拡大、現在バングラデシュのポリグルレディは80人です。それからねハングリー精神ができてるんですよ。売ったら自分たちの生活も良くなる、はい、で水のビジネスをやれた、そういうことでね他のビジネスも自分たちにはできるんじゃないかというね自信も与えた。自信もだからそのね地域がひどく明るくなってるんですよ。いやーすごいですね。東京大学にある株式会社ユーグレナの研究所。ここではミドリムシに関する多岐にわたる研究に取り組んでいます。ミドリムシ、学術名ユーグレナ、ラテン語で美しい目という意味を持つ
植物と動物の両方の性質を持っている藻の一種です。このミドリムシが世界の食料問題やエネルギー問題を解決するかもしれないとしたら、でもミドリムシは植物なんですけど動くので、動物のそのお肉の栄養素もお魚の栄養素もミドリムシは持っているので、ミドリムシさえ食べればですね、植物と動物の両方の栄養素が取れてしまうんですね。例えばね、はい、今もうサプリメントがすごい全盛ですよね、はい、で例えば これさえ食べてればなんかもう全身の栄養はバッチリ大丈夫みたいな、そういう存在にはなりうるんですかね。それをですねするために私はそのミドリムシの開発、はい、研究をその一番最初にスタートしたわけで、他の食べ物がその不足しているような地域でもミドリムシで植物と動物の両方の栄養素をその手軽に補給してもらう、あーすごいね、そういうサプリメントや食べ物にどんどんその使っていただけるように、今そのミドリムシを増やす技術というものを開発しているところなんですね。これ実際にそのバイオ燃料の研究というのはどこまで進んでいらっしゃるんですか。はい、今このミドリムシを絞ってですね、バイオ燃料の元を我々は作るんですけど、この後はですねその石油会社さんにお渡しをするんですね。そうするとその石油会社さんがミドリムシ燃料をですね本物 その使えるようなその燃料にしてくださると。でこれを今実験をしてですね、石油から作ったバイオ燃料とミドリムシから作ったバイオ燃料、これが全く同じものだということを確認してですね、この確認が終わったら皆様が普段その乗っているようなですね車や飛行機の燃料にミドリムシが使われるようになります。じゃあ今もう確認中の段階ってことですか。はい、確認中です。でも必ずですね、2018年までにこのミドリムシバイオ燃料技術というものを完成させて、皆様がですねそのご旅行や出張でですね飛行機乗るじゃないですか、で飛行機乗った時に2018年にはですね今日のこの飛行機はミドリムシを使って、空を飛んでいるエコフライトで、乗客の皆様をお届けしますと。まずはキャプテンアジアカップ優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。川淵三郎さん、元日本代表のサッカー選手、代表監督、J リーグ初代チェアマン、サッカー協会会長を歴任したミスター J リーグ。 J リーグが開幕して17年、地域と共に歩むクラブを取材してきました。静岡にホームを持つ清水エスパルス、ここではクラブを知ってもらうことを第一に、選手監督が地域のイベントに参加し町の人たちと交流をしています。まあ、お忙しいと思いますけれども、ぜひスタジアムの方に足を運んでもらって、僕たちに力を、パワーを本当に分けてほしいなと思います。今年はみんなで優勝を勝ち取りましょう。ありがとうございます。山梨県をホームタウンにするヴァンフォーレ甲府、今年 J リーグの2部 J2 から1部に昇格しました。 J2 降格時に観客数を減らしたものの、毎年サポーターを増やし、昨年 J2 での観客動員ナンバーワン。地域との絆作りをずっと継続してやってきてまして、地域のイベントに選手が出ていったり、マスコットが出て行ったりして地域を盛り上げたりとか。県内全域がホームタウンのヴァンフォーレ甲府、各市町村の担当者と意見を交わし、イベントの予定を組んでいきます。だから初めの頃はサッカーだけでヒーヒー言ってて、サッカー D リーグで成功するかどうかっていうことが一番の関心事だったんだけれども、今はそれなりに地域社会の中で J リーグの存在っていうものが認められて、で今度はいろんなスポーツが地域の人たちがそこで楽しめるような施設がどんどんできていくこと、
それは10年や20年30年じゃ無理かもしれないけど、100年経っても我々そういうものを100年かけても作っていきますよというのが J リーグの100年構想なんですよね。やっぱこの初めに理念ありきっていうのはこれとっても重要ですね。そうですね、だからやっぱり理念に基づいてどう行動するのかっていうことで、僕はこの20年来あのいろいろやってきましたけど、困った時の理念頼みっていうかね、ややこしい時にこの理念からどうこのどう考えるべきか、どう行動すべきかということで、理念っていうものを常に頭に置いて自分としては行動してきたんですよね。岩手県二戸市、ここに蔵を構えるのが明治35年創業の老舗酒蔵南部美人。従業員27人の中小企業ながら年商は5億円、売上のおよそ 10% はなんと海外販売です。日本酒を世界へ広めるべくマーケットを拡大していったのが5代目蔵元久慈浩介さん。地方の酒を日本ブランドへと進化させたその手法とは。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。あ、いい香りですね。あ、なんか果物のような。そうなんですね、フレッシュな香りとフレッシュな味わい、そしてとってもこう水のように綺麗なあの麗しい味わいということで、海外の皆様にはあの説明をしています。うん、まあ、まさにね、久慈さんの表現通りって感じ飲んだ瞬間に、あ、美味しいって分かりやすいお酒にしてるんですね。現在海外の販売先で需要の多い都市の一つがここニューヨークです。ニューヨークで発刊しているアメリカ人向けのフリーペーパー、チョップスティックスニューヨーク。ここにも南部美人が。私たちチョップスティックスっていうのが、ニューヨークで唯一英語で日本の文化、食文化や文化を、伝えてるんですね。アメリカ人のように地元の方たちに宣伝したいっていうところから、宣伝広告をいただいて、でまた久慈さんがこちらに来られてそのセミナーをやったり日本で の活動とかっていうのをお知らせしてくれるので、それを私ども記事にしたり。やはり世界に評価される日本の伝統文化になること、もうこれにつきます。でそのために日本国内でまだまだ評価の低い日本酒をどうやって世界レベルの評価に持っていくか、で世界でさまざまな人たちが日本酒ってやっぱりすごいよね、日本ってすごいよねというふうなものになれれば、唯一どんな産業にもないこの国の国名を記した飲み物、日本酒。フランスワインなんて言わないですからね、どこでも。それが世界に羽ばたくのは理由はないわけで、日本国を代表していく日本酒だから、その日本酒の価値を高めていくためにさまざまな、戦略を持って世界中の皆さんに飲んでいただくことこそが私の使命かなと。今回の未来ビジョンは現代文明を1000年先の未来へと題しまして、慶応義塾大学理工学部教授黒田忠宏さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今のデジタル社会であればいろいろなものがまあデータでなんか後世に残せそうな気もするんですけれども、それは1000年先までは残せないと。おっしゃる通り、それは残念ながら今の技術だと、まあ10年20年ぐらいでしょうか。そこでまああの先生はデジタルロゼッタストーンを作られたと、こういうことですが、じゃあそのデジタルロゼッタストーン、これはどういうものなんですか。テレビの番組を収録したとして1ヶ月分の情報がここの中に入ります。しかも1000年持つということなんですね。へー、いいですね。でもじゃあ先生ね、そのデジタルロゼッタストーンはこれなんで1000年も持つんですか。例えばこの場合だと銅が使われますけども、はい、この配線が水分に接していると徐々に徐々に錆びてきちゃう。あ、なるほど。
でボロボロになる、だから結局1000年持たないですね、そうかと、じゃあというのでこれが水分に接しないようにまずは非常に湿度を取ったところで作った後は完全に密封しちゃおうと、黒田先生はですねデジタルロゼッタストーンが将来どういう使われ方をすることを考えていらっしゃいますか、まあ、それによってどう生活が変わるかということもあると思います。そうですね、まあ、これは技術をどう使うかっていうのは、結局は我々の知恵の問題でこれからの大きな宿題だろうと思うんですけども、ただまあ技術が時に大きくこれまでの発想を変えるということもありますから、どういうふうに変わるかということをまずお話しした方がいいかなと思います。2030年ぐらいになると先ほど見ていただいた小さなチップの中にたくさんの記憶がもちろんできるんですが、その記憶のビットの数が人間の体の細胞の数60兆個それと同じだけ入るようになる。そうするともうすごいですよね。そうするとそういうチップを使ってこういうデジタルロゼッタストーンを使うと何ができるかというと、例えばですよ、生島さん生まれた時から仮にお父さんがそのチップを体につけてくれてたら、そしてもちろんいろんなカメラとかマイクとかいろんなセンサーも体につけるんですが、まあこういう技術も今どんどん進んでいますから、こういう大きなマイクとかなんとかじゃなくて本当にちっちゃいものでできる。そうするとですね、生まれた時から見たもの、聞いた音、あるいは行った場所のその位置、あるいはその日の温度湿度、さらに自分のその時の脈拍から心臓のその血圧から何から全部記録したとしても死ぬまでの分の全部があそこに入っちゃうんです。すごいつまりね、これは自分の一生分を全部記録できるっていうことになるんですよね。いや、例えば結婚するときにね、はい、いや僕は麻衣子ちゃんにプロポーズしたときはあの時の心拍数はいくつだったんだとかねまさにそういうことね、まさにそういうことになるわけです。まさにそういうことで、千綿さんに対して最近ご夫婦じゃないですけども、奥様に対して最近優しくないということになるとですね、奥様があなたちょっと昔私にプロポーズしたときのあの情熱を思い出してもらいましょうかとか言ってですね、当時の映像をピッとピッと、それ神様の視点からピッとで、まあ、本人は非常に緊張して汗いっぱい流してドキドキしながら私があなたを生涯幸せにしますとかなんとかって言ってるのを全部映されるっていうようなことも技術的にはできる。たまには嘘つき困る時もあるね。まあだからこれをどう使うかはこれからの我々の知恵の出し方であって、Are you tired? No, but we are tired. How are you? Me too. Perfect. But on the big day, Mr. Mori met the president and said to him, Who are you? There's a man in there. 日本を飛び出し世界を舞台に活動を続ける一人の落語家がいます。桂海枝さん、1997年より落語を英訳した英語落語の取り組みをスタート。これまでに16カ国93都市で300回を超える海外公演を行ってきました。 It's a lot of fun.It's a great experience to see it in English. Oh, it's actually excellent. I've never heard of it before. My friend invited me, but it's excellent. It was great. We might come back tomorrow too. It was wonderful. It was fantastic. It was a really amazing cultural experience. 日本の伝統文化である落語を世界中に発信し続ける桂海枝さん。その未来ビジョンとは？特にアメリカ人とかジョークが好きですからね、笑いを取れる人っていうのは自然とこう人が集まってきますよね。そうですね、笑い合うことでなんか心が近くなるっていうか、それは感じますね。僕2008年にアメリカ文化庁の文化交流誌っていうのでアメリカキャンピングカーで回って、あちこちで講演したんですよ。いわゆる公演劇場じゃないところでも落語をやったんですね。
キャンプ場なんかで落語やってるとみんな何をすんねんって言って、やっぱり日本人だからちょっと離れたところで見てたのが、落語をやるとみんな楽しいのですごく寄ってきてくれて、で最後はおお面白かったって言って、まあ、いわゆる心が通い合うというか、やっぱ笑いってすごいなっていうのは感じましたね。昨年の東日本大震災により甚大な被害を受けた日本。その当時、東北地方では食料品の入手が困難となり、改めて備蓄食の必要性が叫ばれました。また世界に目を向けると、世界人口の7人に1人が飢えに苦しんでいるという現実があるのです。この状況を少しでも良くしたいと考える町のパン屋さんがいます。栃木県那須塩原市のパン職人、秋元義彦さんです。秋元さんは最長で3年間保存可能な備蓄用のパンの缶詰を開発。中のパンは柔らかく、味や風味を維持したまま長期保存が可能です。東日本大震災発生直後にはおよそ1万5000缶を被災地へ提供しました。さらには飢餓に苦しむ国や地域にもこれまで20万缶以上を届けてきたのです。そんなパンの缶詰をソーシャルビジネスに結びつけたのが旧館長プロジェクト。備蓄しているパンの缶詰を賞味期限が切れる前に回収し、飢餓や災害に苦しむ国に届けるというこれまでになかったビジネスモデルを構築し、注目を集めています。そうすると、これまでどのような国にこの旧館長を届けられたんですか？支援としてはですね、ジンバブエ、タジキスタン、フィリピン、それから台湾、それからアフリカのいくつかの国に届けてますね。で、一昨年ハイチの大地震の時にもですね、私もね現地へ届けたんですけども、その時にその子どもたちが集まっているところ、施設にですねお届けさせていただいた時に、一口ずつこう食べていただいたんですね。で喜んでいただいて、それじゃあ皆さん食べてくださいということで、子どもたちに一缶ずつこうプレゼントしたんです。そしたらですね、ほとんどの子たちがですね食べないんです。なんでって聞いたらですね、家にお兄ちゃん待ってるんだとか、家族が待ってるんだとか、食べればいいのにと思ったんですがね、そういう優しさがね伝わってきた時に、いやもう嬉しくて嬉しくてですね、もうハイチまで行った時に、そのよかった、私来てよかったって思いましたね。ゲストは玉川大学教授渡辺博之さん。LED ランプを使った植物栽培の世界最先端の研究者です。渡辺さんの研究にかける思いです。新しい食料の生産システム、これは非常に安全で安心できる農産物を生産するシステムですが、それを世界に普及することによって、もう必ず訪れるであろう食料危機を解決するきっかけにしたいというふうに思います。渡辺さんが研究を始めたのはおよそ20年前。 LED ランプだけで植物栽培をすることは不可能だと言われていた時代です。しかし諦めることなく、一つ一つの問題を解決していきました。そして来年2月、20年の研究成果が実を結び、食料危機を解決したいという渡辺さんの思いは実現に向け大きな前進をします。世界的に人口が増えている中、食料不足は今後必ずやってくると言われています。食料の効率的な増産は今考えなければいけない問題です。植物工場というのは、植物を生産する、非常に効率的に生産する栽培システムということです。
自然の中で植物を栽培すると、まあ、天候不順いろいろな問題があって計画的に、まあ、目的のものができないことがありますが、植物作物にとって最も、適した環境を再現することによって、効率的になおかつ目的に合った品質の野菜、食料を生産しようという、まあ、栽培生産システムです。植物に最も適した、栽培環境に持っていってます。温度も湿度もそれから、栄養条件もでなおかつ、当てる光も植物にとって非常にこうエネルギーを受けやすい、育ちやすい、光環境を、まあ、十分に与えるということで、通常の露地栽培と比べて、まあ、これ、まあ、産地にもよるんですけども3倍から4倍早く、収穫ができる。地雷、無差別に人を殺傷する卑劣な兵器。正確な数は不明ですが、世界中でおよそ1億もの地雷が埋まっていると推定されています。東京大田区にあるジオサーチ株式会社、不思議な縁で地雷の除去活動をすることになった会社です。創業者の富田博史さん、地下の安全を調べる仕事をベースに地雷の除去活動を行ってきました。かつて地雷地帯であった遺跡が今や世界遺産に。そして今世界でジオサーチ社だけが持つ技術で人の命を守るため走り続けています。国連の初代地雷除去責任者であるパトリック・ブラグデン氏、ジオサーチ社の技術に目をつけたブラグデン氏は実際に会社を訪問し、その技術を地雷探知に生かしてほしいと富田さんに協力を求めました。まあ、そういう技術を無償で提供したりとか、はい、まあ、NGO を設立してまでその地雷除去にも尽力されたんですけど、はいはい、そこまでされたのはそのどういう思いが込められてたんですかね。最初はおもちゃ地雷とかで子どもたちがかわいそうじゃないかっていう、まあ、ちょうど私も同い年ぐらいの子供いましたから、あの一つの何ですかね、憤りだったんですけど、実際に行ってみて今度ステージが変わってくるのが、自分が危険地域に入ってで体を壊すところまで行くわけですよね。その時になんでここまでやんなきゃいけないのっていう、やっぱりで行くたびに家族に遺書書いてるわけですから、バカじゃないのかなと思いましたよね。でそうこうして寝たきりになった時に、たまたま、新聞にある書籍、貢献する気持ち、あのぐるなみの創業者の滝さんが書かれた本で、それ、はいはい、すぐにかみさんに自分で歩けませんから買ってきてって言って読んで、はっと気づいたのが、人間は人の役に立ちたいっていうのは本能だ、本能なんだって思った瞬間、やりたいからやってんだから、だからなんか助けなきゃいけないっていう、あの義務感とか責任感は関係なかったんですね。自分がそういうことをやることによって幸せになるんだっていう、そういう気持ちなんだという本能だと思った瞬間、スーッと楽になりましたね。なんかいわゆる他人のため利他主義ですね、はい、利他の活動ですよね。そうするとあのどんな困難があっても本能ですから諦めないですもんね。だから結局15年ぐらいやれたの。それでは本日のゲストをご紹介いたします。月刊誌農業経営者副編集長、浅川義弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本のものはレベルが高いから、だってあの中国の富裕層とかね、日本のリンゴを食べるんだとかね、でだからどん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 なんかこう世界マーケットにあの広がっていくといいのにななんて思うんですけどね。そうです。だから日本の前言ったら、まあ、唯一ちょっと課題があるとすれば、その消費者だとか農家のその要求水準が高すぎて、だから他の国だとそのまあ A ランク B ランク C ランクだったらもうスーパースーパー A ランクみたいな基準になってるから、まだその他の国でね、あの評価されるとこまで、まあ、評価高すぎて、逆に言うと日本の B ランク C ランクぐらいが海外で A ランクだったりとかしますから、その
実際日本 の, その生産物のです、ね、まあ、3割ぐらいはロスしてるんですね。その規格に合わないかとかでしてたりとかしてたんですね。だそれもちゃんとブラッシュアップしてですね、あの例えば九州のさつまいもなんかがもともと C ランクのものだったんですけど、か D ランクで日本だと捨ててたんだけども、まあ、それをちょっとだけまとめて香港に売ったら売れたんですよね。そこからちゃんと向こうの、ね、基準に合わせて売ってるということなんですよね。日本の主婦の目は厳しいですから ね, そ, うですね。そこをくぐり抜けてる商品が並んでるわけですもんね。そうですね。まあ、その農業も含めですけれども、もっとなんかこうガーンと前に行って勝負してほしいですよね。まあ、できますし、そのためには農家の人が自分たちがそのオーナーシップっていうんですかね、自分たちの経営判断でやっていくと。でも個々の農家は小さいかもしれないけども、それがですね、みんながお金を出資してそのまあ、欧米の農業は当たり前なんですが、作物別 の, そのマーケティングっていうのはやるんですね。日本の場合は千葉県と茨城県で同じキュウリ作ってる人は戦ってるわけですよ。で海外に行ってもですよ、海外に行っても長崎県と大分県がまた戦ってるというですね、まあ、ご当地同士は戦うと。本来農家というのはそのもう今希少に数は少ないわけですね。もう先進国で言えば 0.1% しか農家いないわけですから、彼らはエリートなんだから、自分たちは団結して同じ作物を作ったら同業者として、新しい品種を作ったりとか海外に販路を広げたいとかいうのをスタッフを雇ってですね、同じ作物の農家が集まってスタッフを雇って、未来に投資していくという形に行くのが一番いいんだと思うんですね。なるほどね。未熟児にも使える人工呼吸器。日本の新生児の生存率は 99.7% 以上、世界最高水準です。しかしかつては決して先進国の中で高い方ではありませんでした。それを変えたのがこの男性。南ベトナムで生まれ日本にやってきた移民です。新田和福さん。たくさんの命を救う医療機器を作り、日本社会で生き抜いてきました。今年7月にはその功績が認められ、天皇陛下の視察も受けました。しかし順調にここまで来たわけではありません。移民としての苦労も数多くありました。先進国の中で移民の受け入れが極端に少ないと言われる日本。その日本で確かな功績を残しています。ベトナムの名前ももちろんお持ちなんですけど、今現在は日本での活動が中心だと思うんですが、はい、皆さんは何と呼ばれるんでしょうか。ですね、フック、まあ、元ベトナムの名前そのまま読んでいただいて、でそれはですね、やっぱり私望んでることでもあるし、やっぱり帰化した時ですね、かなりこう迷ってて、約9年ぐらいですね、帰化はしたくなかった。で仲間はみんな帰化したんですが、でやっぱり今はカタカナでこう実印作れるみたいですが、当時は漢字じゃないとダメなんですね。そうすると名前変えられちゃうんですね。で親からもらったからだと名前をですね、変えられるのはちょっと耐えられないんで迷ってたんです、ね。じゃあ今日も我々フックさんと、はい、よろしくお願いします。フックさん、今この命に携わるね、まあ、いわゆるこの医療機器の分野で大活躍ということですが、それは、まあ、医療機器の分野にその参入していったっていうのは何か考えがあったんですか。やっぱり何かこうやらなくちゃいけないんですが、ただ会社の中でですね、人のやったことをいくら頑張ってもですね、年功序列があって、当然はもうトップになれないですね。で日本人がやらないようなことをやれば最初からトップ。じゃあね、そのフックさんのように、まあね、ベトナム他の国から来られて大変優秀な人をね、日本でこの活躍してもらう、そのためにこの我々日本の側 の, この受け入れ側ですね、はいはい、それのシステムとか、この辺もうちょっ
とこうした方がいいんじゃないのっていうアイデアがありましたら。いや僕は自然体の方がいいと思ってますね。あんまり逆に外国人のためにこうしようああしようということになると差別になっちゃうんですね。あ、はい、なるほど、ね。はい